どうも、奈良崎恒流です。先日放送されました、NHK 大河ドラマ、キリンが来る。駿河の今川義元が、織田信長が治める尾張へ攻め込んで、いよいよ次回、桶狭間の戦いという展開でした。今回の物語の中心にいたのは、後の徳川家康である松平元康。そして、二人の女性が登場しました。 徳川家康聖母のお田の方と祖母の元王子です。今回はこの二人を取り扱っていきたいと思います。まず家康の母親、お田の方なんですけれども、お田の方は1528年にですね、三河の国の豪族、小川城主水野忠んの娘として生まれました。お田の方の母親は先ほど言った元王子です。 つまり、元王には徳川家康の母方の祖母になります。1541年、数え年で14歳ぐらいいて、三河の国の豪族、松平広忠のもとへ嫁いで、2年後、徳川家康を生みます。ですが、その直後にですね、兄の水野信元が家督を継ぎまして、今まで今川家についていたんですけれども、 方針を転換しししままて、てったんです。これを聞いた松平広忠はですね強大な今川家のご機嫌を取るために於大の方と離縁をしてしまうんです於大の方は実家の水の毛へ返されてしまいますつまり徳川家康は本当を幼くして母親と引き離されてしまったんです ドラマでも出てきましたけれども、その後何年も会うことはなかったんですけれども、神を通しての交流は続いていたというふうに言われております。その後、お代の方は、同じ三河の国の豪族、坂部城主、久松家へ嫁いで、そこで三男三女を設けました。桁様の戦い後も、お代の方は久松家へとどまって、 で陰で徳川家康をそこで支えていたというふうに言われております徳川家康と住めるようになったのはもう本当に晩年になってからだったそうですでそしてもう一人徳川家康の母方の祖母元王になんですけれども元王にはですねお大の方以上に波乱万丈な人生を送っているんですね要院とも言われますけれども本名はお富の方 あるいいはオマンの方とううふうに言われております1492年に生まれているんですけれども生まれたところがですね分かっていないんです出自が不明なんですね日本には小川城主の水野忠政のもとへと継ぎましてそこでお大の方をはじめ三男一条を設けましたですが水野家は同じ三河の国の豪族松平家と戦をしますそこで敗れてしまうんですね そこで講和の条件として松平清康は美しいとされていた乙富の方玄王にをくれと言ってきたんです。ただまさはこれに従いまして玄王にを松平清康のもとへ行かせるんですね。そのまま玄王には松平清康の妻となります。そして家康の父親である松平広忠のママ母になるんですね。つまり玄王には 徳川家康の祖母ではあるんですけれども、聖母の母親であり、父親のママ母という、なんともややこしい存在になってしまったんです。松原清康は若くして暗殺されてしまいますが、元王にはですね、その後、 三人の夫を結婚しているんですね。星野、菅沼、川口という三人なんですけれども、つまり人生で計五回の結婚をしてしまっているんです。ですが、五回とも夫に先立たれてしまって、最終的に孫、家康が人質としていた駿河の今川義元のもとへ身を寄せるんです。そして、徳川家康を養育するんです。 女性が半ば物扱いされていた時代でして、今ではもうほんと考えられないような波乱万丈な人生を二人は送っていたんです。というわけで今回のお話はこれで以上でございます。ご視聴ありがとうございました。